はい、皆様、こんにちは、ニュージーです。今日、なんとね、皆様、私、ピザを食いまして、ピザポケットでピザを食いまして、注文したのが、ヤムニョムチキンっていう、なんか、辛い系の味と、焼きガニのなんちゃらっていう、その、カニ系の味。これをハーフハーフで、L、M サイズで1枚。 テイクアウトしましてもう1枚頼んだのがなんとかボックス4種類の味がこう、えー、1234ね4種類あって味がね照り焼きと明太子餅、うん、多分順番違いますけどあとがイタリアンミックスあとがもう1個忘れましたねはい それを食いまして、いや、ピザポケットさん、うめえなと思って、っていうか、ピザうめえなと思って、あの、テイクアウトをして、まあ、あったかいうちに食いたいんで、私の場合はね、今日もテイクアウトして、車の中で食いましたけども、みんなでね、あったかいピザ、うまいですよね。そして、こう、ジュースもね、ついで、 家からししましたよスプライトを炭酸をそれをね紙コップについで片手にこうジュースを持ってピザを持ってこううまいですねあれもう最高ですねうんもう人生最高、うん、ピザってね誰が発明したんかなイメージはこうイタリアなイメージありますけど イタリアかなピザの発明した場所はどこだろう、うん、後で調べます、うん、いやーなんかいろんな味が楽しめるじゃんピザってなんか辛いのとか甘い,甘いのはあまないかな、うん、辛甘とかさ甘辛か、うん、でいろんな餅とか明太子とか照り焼きとかなんでもあるしうまいし腹たまるし なんかいい満腹感得れるし、うん、最高じゃないピザ今日ピザ食ってすげえピザに興奮したから今回してますけどピザうめえほんと最高でしょう皆さんも今日はね夜か朝か昼是非ピザを注文してください、まあ、してくださいっていうかね、まあ ええぜひ食べてみてはいかがでしょうかということですね。うん、よろしく。